院議員候補者の竹政浩一、まもなくの壇上から皆さん方にお訴えをさせていただきますし、そしてご当地で約30分間第95代内閣総理大臣野田佳彦マイクから皆さん方に総選挙についてのお願いをさせていただくことになっております。寒い中大変厳しい寒さになりました。一人ごとお足をお止めいただき恐縮に存じます。まもなく野田佳彦このパルコ前伺わせていただくことになっております。衆議院議員選挙がスタートし、12月14日が投票日、そして開票日です。日本の進路を占う総選挙が現在土日を迎えて佳境となっています。民主党は第95代内閣総理大臣野田佳彦徹底支援に間もなく入ります。ぜひお耳を傾けていただきたい。今こそ流れを変えたい。民主党は総力を結集して竹政浩一、地元の衆議院議員候補者の竹政浩一の徹底支援をしております。間もなく第95代内閣総理大臣野田佳彦入ります。そしてなんといっても浦和の皆さん方に可愛がっていただき育てていただきました地元の衆議院議員候補者竹政総一、この壇上から皆さん方に寒い中でございまして恐縮ですがお訴えをさせていただく予定になっております。竹政総一、野田佳彦、まもなくマイクから総選挙のお訴え、争点がたくさんある皆さん方にぜひ聞いていただきたいことがたくさんある、マイクからお訴えをさせていただくことになっております。12月14日が投票日、そして開票日です。日本の進路があっという間に決定をしてしまう総選挙のいよいよ土日を迎え佳境となってまいりました。この浦和駅東口でも西口でも北浦和駅でも淀野駅でもずっと2年間国政の報告を愚直に朝早くから成し遂げてきた竹政浩一、そしてそれが終わってから国会に向かった真面目に政治活動を2年間続けてきた竹政浩一を絶対に負けさせないでください。野田佳彦、まもなく第95代内閣総理大臣野田佳彦、まもなくこのパルコ前ご当地に伺わせていただくことになっております。寒い中大変恐縮ですが、赤いジャンパーを着たスタッフ竹政浩一のチラシお配りをさせていただいておりますし、私どもの考え方マニフェストをお配りをさせていただいております。ぜひお目通しをいただき総選挙の参考にしていただければこの上ない嬉しさでございます。明日は岡田克也民主党の代表代行この地に入ります。そして今日は第95代内閣総理大臣野田佳彦まもなく入ります。竹政浩一衆議院議員候補者、今皆さん方お一人お一人と握手をさせていただいております。寒い中お出ましを賜りまして本当にありがとうございます。心から深い感謝を申し上げます。厳しい寒さの中にも関わりませず、私ども竹政浩一支援のために伺わせお出ましをいただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。20代から30代40代ずっとこの浦和の皆さん方にお育てをいただき、そしてこの駅長が竹政浩一の政治の原点でございます。何よりこの駅長から国会報告をずっと15年以上にわたり成し遂げてまいりました。先立っての総選挙の直後から
方々に握手をさせていただいております。ここにぜひ声を交わしてください。よろしくお願い申し上げます。自らの考え方を表明し、そして皆さん方のお声を、お一人お一人のお声を聞く作業を2年間続けてきた竹政浩一、今本人のご利益の下で皆さん方と握手をさせていただいております。そして皆さん、第95代内閣総理大臣野田佳彦、まもなくこの浦和駅パルコ前参りまして、竹政浩一の決定支援のお願い、浦和の皆さん方に付してさせていただく予定になっております。大義なき選挙と言われたこの総選挙スタートしましたが、争点が山のようにある選挙でもございます。ぜひ皆さん方にお耳を傾けていただき、また皆さん方からの価値ある大切なご意見も候補者にお寄せいただければ、本当に総選挙の意味が果たせるのではないかと思わせていただいております。今笑顔で本人がお一人お一人に握手をさせていただいております。まもなくマイクから本人竹政浩一本人が皆さん方にお訴えをさせていただきます。そして第95代皆さん方おなじみ内閣総理大臣野田佳彦もマイクから皆さん方に竹政浩一、そして民主党徹底支援のお願いをさせていただく予定になっております。どうぞよろしくお願いいたします。今竹政浩一本人の上り旗の下で移動しながらお一人お一人に握手をさせていただいております。すげえなコメント。埼玉1区第1区衆議院議員候補者竹政浩一、当時当ご当地に到着をいたしました。前日のご支援ありがとうございます。ありがとうございます。アメリカに行きます。大変厳しい寒さの中お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。連日この厳しい寒さの中選挙戦を展開しております衆議院議員候補者埼玉大区竹政浩一から皆さん方に心を込めてお訴えを申し上げます。まだ来てないみたいな。寒い中お集まりをいただき、また足を止めていただきまして誠にありがとうございます。まもなく野田佳彦前内閣総理大臣もこの場所に駆けつけまして皆様にお訴えを申し上げる予定にしておりますが、それまで私から候補者として皆様にお訴えを申し上げたいと思います。2年間地域からということをスローガンにキャッチフレーズにこの2年間活動させていただき、今回立候補し、そして今日5日目の選挙戦をこのように夕方浦和駅東口でも街頭演説会を開催をさせていただいておりますことは、本当に多くの皆様にご支援をいただいている賜物とこの場をお借りして御礼感謝を申し上げたい竹政浩一でございます。さてこの選挙戦急な解散でありましたし、700億円の拒否が投じられる昨日蓮舫さんがこの場で申し上げたように、この若者の就業支援、それに充てられている500億600億のお金よりもさらに多いお金がこの任期半ばに解散、そしてなぜこのタイミングで今のうちというふうに言われた総選挙でございます。 TPP こうした交渉も間もなく大詰めを迎える、その前に解散、あるいはまた経済指標いいものもある悪いものもありますが、総じて今年マイナス成長、来年になったらもっと悪くなる可能性もある、まあ、そんなところから今のうち、さらにまた今のうちであれば政権をさらに4年間長らえることができるだろう。自民党の岐阜県連でも反対決議が出る中の解散となり、大変準備期間も短い中総選挙を迎え、
今日5日目となっております。師走の忙しい時ですから、多くの皆様のこれまでは前回に比べると関心が低いんじゃないかというようなこともあったり、選挙始まって2日目のあるテレビ見て驚きました。この衆議院選挙の最大の争点はアベノミクスの是非である、ある公共放送がそれを流したのでございます。大変私はショックを受けました。金ならない、ならない。争点は国民の皆様が選ぶものであって、なんかお金にできるみたいな、メディアがこれが最大の争点というのは、あの郵政民営化の選挙でもうこりごりじゃないんでしょうか。2005年の郵政民営化すれば全てがバラ色、あれと同じことが今繰り返されようとしているが、今度は皆さんの懐に大変影響のある解散です。画面見てる、休憩されて画面見てる人が、今日もスーパーの前でもマイクを握りましたが、今月から冷凍食品が上がっている、300人ぐらい、そして1ドル121円にもなれば円安でますます輸入物価は上がっていく。皆さんの一番懐に影響のあるこの円安、当初は円安になれば輸出企業が輸出が増えて、それでお給料が増えて、だから皆さんの消費が増えて、だから日本経済また良くなる、こう描いたはずですが、そうなりません。生産拠点はもう海外にほとんど移ってますので、円安になって一部大企業は儲かります。また株価が上がりましたので、お金持ちは儲かったかもしれません。しかしそれは国民の皆さん全体にそれこそ行き渡ってないんです。経済は生き物ですから、やはり多段な見直しがあってしかるべきだというふうに思います。今年のマイナス成長、そして15ヶ月連続実質賃金前年比割れでございます。物価は上がっておりますが、それ以上に皆さんの給料が上がっていないということはもう多くの皆さんが知るところとなったわけであります。私はなぜ経済がうまくいかなかったのか、いってないのか、2つ理由を挙げたいと思います。一つはやはり既得権益にズバッと踏み込むような迫力を持った成長戦略でないということです。アベノミクスの恩恵を受けたのは誰でしょうか。先週政治資金報告書を見て多くの皆さんが目を疑ったと思います。昨年の自民党の献金が4割も増えている。そして増えたのは円安の恩恵を受けた自動車関連と、そしてお札をいっぱい吸って、そして円安になって株価が上がった金融関連、そこから4割も政治資金が増えてるんです。アベノミクスの恩恵を受けたのはこともあろうに自民党が一番その恩恵を受けたんじゃないのか、そんなことを目を疑いました。さてこの円安の影響で皆さんのその物価が上がったことを申し上げました。なぜうまくいかなかったか、2つ理由があります。それはやはり今のような既得権益にやはり支配されている今の政府与党では、思い切った規制改革や構造改革や、あるいは明治4年太政官交付以来の地方分権、これは私ども一括交付金ということで肝付き補助金を断ち切って地方自治体が自由に使える交付金を2年間やりましたが、残念ながら政権が変わったらそれはなくなってしまいました。沖縄県だけ実施をしております。沖縄では皆さんに感謝をされております。そうした地方分権もやっぱり既得権益だったり厚い壁、それに阻まれている、それに風穴を開けるだけの迫力が今の政府与党の成長戦略3本目の矢にはないということです。そしてもう一つあります。